ございます。大佐心です。今日は10月3日の朝の8時でございます。軽井沢に来ています。はい、ちょっとあいにくのね、ちょっと雲がかかっててどんよりした天気なんですが、今日は産経スポーツトーマスカップの試合です。昨日の朝かな、メンバーとか組み合わせが発表されたんですが、ほとんどね学生ばかりの試合です。はい、ちょっともしかして私最年長なんじゃないとか思ってます、朝から。はい、でもすごく軽井沢もあと1ヶ月2ヶ月ぐらいでね、ゴルフ場もクローズになるくらい朝からひんやりしております。多分今15度ぐらいですかね。今日はね、学生たちのショットを見てたくさん刺激を受けていきたいと思います。ではゴルフ場に向かいます。皆さんこんにちは、西郷さこころです。今回はサンスポ女子アマに出場してきた結果報告をしたいと思います。まあ、前日雨は降っていたものの結構水はけがされてたのでいい感じのコンディションでした。では結果をね、まずは報告したいと思います。まず1番スタートホールですね。意外と緊張はねあまりしなかったんですよね今回。まあ、理由は後で説明しますが、あまり緊張せずに今回スタートできました。1番ドライバーが結構右にプッシュ気味になっちゃって、それで2オンを狙えない位置に、まあ、木の根元付近にボールがあったので出すだけ出して3オンしたんですが、そこから3パットのダボからスタートしました。そうですね、結構女子の太平洋の女子の決勝出たあとすぐにこの試合も出たんですが、パットがね不調でしたね、この日も全体的に。はい、2番ホールはボギーですね。いきます。2番ホールボギーです。2パットですね、これも。で3番ホール2パットでボギーです。ここもはい、ダボボギーボギーなんていうスタートだはい、っていう中スタートしてます。で4番ホールここでやっと1つ目のパーが来ます。次5番ホールこれはボギーとしてますね。これも外から3パット、あんまりこのカラーからの3パットっていうのはすごい長い時以外しないタイプなんですけど、この日もパターが感じでしたね。やっぱ軽井沢もその練習ラウンドでは知らなかったんですが、かなりグリーン上目が強いようで、キャディーさんにも今目がこうだからとか結構言われました。もしかしたらですけど、私目があるグリーンちょっと苦手なのかもしれないなと感じました。6番ホールここでやっとワンパットパーでした。で次7番ホールボギーですね。8番ホールここもワンパットでしたがボギーです。はい、9番ホールパー、あーこれですっごい覚えてる、すごい良かったです。全部がすごい良かったんですけど、結構いい感じのバーディーチャンス、まあちょっと長かったですけど、まあ入らなくはない、パターをビビリ、これぐらいかなショートしました。あんまりパターショートすること、まあこのラウンド動画見てもらえても分かると思うんですがないんですけど、前回の試合からの引きずりでパットのショートというなんかこう押せない感じ、練習の時からこう結構開いて入ることも多くて、こうパターここ
しばらく微妙ですね。微妙です、はい、以上で前半は43で終えました。で全体的な前半のラウンドの感想はですね、ショットはそんなにまあ悪くなかったんですが、グリーンにつける位置、まあ、課題だったグリーンピンに対してのセカンドショットにつける位置が結構オーバーだったり、グリーンこっちにつけたらパッと寄らなくないっていう方についてることも多かったんで、そこが結構ミスだったかなと思います。はい、次10番からいきます。10番はね、出だしからですねパー5発進なんですが、ここはパーパーと10番11番パーパーと来ました。結構なんかスタートがこうパーパーで来ると調子に乗ってしまうことも多く、あ、ちょっと後半いけるかもみたいな気持ちもあり、次のホールドライバーちょっと右に、この日初めて右に結構なスライスを打っちゃって、池の方セカンド池越えショットが残ってしまったんですね。ここで冷静な判断であれば結構池越えだったんですけど、こう斜めに左足下がりになってたので、なんていうんですか、浮かしにくいラインで池も越えなきゃいけない、力も入る、刻もうかなと思ったんですが、まあ、6番アイアンだし、まあ、ウッドじゃないしいけるかなと思って打ったら池に入れてしまいまして、なんとこのホール取りにしてしまい、心がぽっきり折れました。はい、パーパー取りで次13番でボギーですね。この辺までずっと2パットで来てます。14番ボギー、あ、違う、10番パーだ、パーパー取りボギーパー、はい、これでちょっとね持ち返したんですが、これがすごい激しくてですね、その後またダボーにしちゃうんですよね。これもね全然ダボーにするような感じじゃなくて、ドライバーも超真ん中にあって、セカンドショットも、あ、そう、グリーン奥につけちゃったのかな、これ多分グリーン奥につけちゃって、そっから別に全然普通にやれば、まあ、ボギーで上がれる感じなのを、なんかミスにミスを重ねた感じでしたね。次ショート、まあ、ダボの後に取り返さなきゃという気持ちもあったんで、ここパー取りました。はい、で17 18、ボギーボギー、ここワンパットワンパットでボギーボギーで上がって44、合計87でフィニッシュしました。まあ、目標だった80台で回れたんですが、練習ラウンドよりも2打良かったです。はい、でですね、今回私と一緒に回った女性たちなんですが、なんと小学生、中学生、高校生でした。もうね、なんていうんですかね、今回の動画で一番伝えたいのはここの一緒に回った人たちのことなんですが、私以外全員まず70代で回ってきまして、はい、小学生はですね79だったのかなで回って、普通にね200ヤードぐらい飛びます。すごい細くて、クラブの使い方がと、なんていうか、もう柔らかさ、しなやかさが本当にすごくて、パターもアプローチがすごい上手かったな。アプローチの微妙な感じ、もう全部ピンの本当カップ狙っててすごかったですね。もうカートで3ホール目ぐらいに詰まって、ところでみんないくつなのみたいな話になってですね、中学生くらいかなって思ったんですけど、全員小学生が1人入ってるなんて思いませんでした。まあ、なかなかねこういうなんかサンスポの試合でも出ない限り、私小学生とラウンドすること
なかったかなと思うので、すごく楽しかったです。はい、でさらに中学生、これまたすごくて、なんだろうね、まあ背も結構大きくて165ぐらい、まあ私同じぐらいあったんですけど、飛距離が多分260ヤードぐらい、まあ、女子プロとも回ったことあるんで、ほんと女子プロぐらい飛びます。はい、いやーなんですかね、でもなんかこう飛ばそうとかなんかすごい力入ってるなっていうのも全然なくて、もう本当に 出ていくボールが気がついたら遥か彼方みたいな、マジでずっと40ヤードぐらい置いてかれてて、本当に衝撃でしたね。もう出てく高さがもう本当プロ並み。いや、こういう子たちが未来の女子プロになるんだなと思いながら、ポカーンとしながらラウンドしてました。で、高校生で、その中でも一番いいスコアで回ったかな、ワンオーバーワンオーバーで確かラウンドしてて974、すごいですね。でもなんかなんか純粋ですごくこういろんな質問をしてくれて、なんか日焼けとかやっぱ対策してるんですねとか、肌ってどうやったら綺麗になるんですかとか、なんか結構女の子っぽい質問をしてくれて楽しかったです。なんてみんなプレーファーストでバシバシピンを狙ってきて、もうパターでショートすることもほとんどないですね、彼女たちは。もうどんどんオーバーで返し必ず入れるっていうような攻めのゴルフ、見習いたいなと思いました。すごくこう小中高で、私一人だけなんか大人なんですが、なんか仲間に入れてもらって、なんか何ですかね、まあ、ゴルフだから一緒になってこう楽しめるっていうか、共通にできる、なかなか小学生中学生高校生と遊ぼうと思ってもね、ないので、ゴルフだからこういう風な一緒になって楽しめるというのもあったんで、新しい発見というか新しい感じでしたね、今回の大会はですね。見守ってるようななんかちょっと温かい気持ちになってしまったのはあったんですが、すごく楽しかったです。そういうのもあってね、ちょっと緊張しなかったですね今回は。はい、びっくりしたことが、なんとリンゴルフ見てくれてました。大会に出るコースとかも結構載ってたみたいで、太平洋マシコかな、もうそうだったみたいで、それのコースの参考にとか見てて、でもすごい面白いですって言ってくれて、ドドンパ最高でしたねと、はい、全然ゴルフと関係ないんだけどねみたいな、私も絶叫大好きでみたいな、またゴルフのラウンドのそのね参考以外にも結構面白く見てくれてるって言ったので、リンゴルフの意外と幅広い世代に見てもらえてるなと印象がありました。でサンスポ、今回の試合の練習ラウンドの動画もみんな参考のために見てくれたみたいなので、私みたいななんか独り言多くて参考にならなかったと思うけどっていうので、結構笑いながら、めっちゃ降ってましたよねってすごい純粋な感じで言われたのも面白かったです。以上、結果報告でした。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。